また今日も辛い。なんかないな。一日やったらもう辛いですね。今日はなしなのね、荷物。荷物なしなのにこれです。いつも通りパシフィックコーヒー皆さん飲んでます。優雅に。いいね。もうドッグパークみたいになってる。パシフィックコーヒー、ドッグパークです。チャーシューご飯。ここなんです。ここのトムカーガイも美味しいってわけじゃないけど、ここだから美味しい。あ、ちょっとどうもまた来るでしょ、アクションカメラ。アクションカメラです。こんにちは。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。またじゃあ、はい、遊びに行きます。ありがとうございます。あ、もう豚は何に持ってる。あ、そうです。はい、もちろんもちろんです。お願いします。どうも。はい、失礼します。すっごく久しぶりにたまたま時間が空いたので19時、これからちょっと勉強します。職業に生命保険税務、法人開拓提案編、 FP スキルアップ。これはですね、CFP、ファイナンシャルプランナー CFP っていう資格をですね、実はずっと前に取ってて、まあ全然使ってないんですけど、一応更新してるんですよね。で、これ、継続教育っていうものがあって、2年間で30単位取らないといけないんで、これを出します。もうすぐ、7月中に出さないといけないんで、こういう時にしか勉強できないんで、やります、今日は。で、本日の1本ですね。これ多分やってないと思う。アイバンです。これも日本のメガネ。すっごい細いこれ。確かに軽いのは軽いんですけどね。ちょっとバランスが前にいっちゃうかもしれないですね。アイバンです。メガネでした。